キャンプもうちょっと始まるやんな。始まるな。ブルー何行こうか。私は、うん、小学生と一緒にスキーキャンプ行こうと思って。4泊5日の。あ、チャレンジ。うん。私は中高行こうかなと思ってるけど、うん、なんか自分も初めて教えるし、うんうんうん、で初めてスキーをするお友達ばっかりのグループやって、なんかどう伝えたらこの、 滑る感覚のスポーツをお友達と一緒に、子供たちと一緒に自分もなんか成長できるかなってすごい考えさせられたなって思った。スキーな、うんうん、難しいよな。難しいな、伝え方がね。方が難しいよな、うん、でもなんか、うん、夜とかさ、いっぱいなんかグループタイムとかスタンス大会とかするやん、うんうんうん、であそこでさ、みんながさ、これしようや、あれしようやみたいな感じでさ、言ってさ、こう3日とか4日経った後にこうギュッてなって発表とかして、なんかうおーみたいな盛り上がってるのとか見たら、なんかめっちゃいいキャンプやったなとか毎回思って帰るけど、そやな、私でも中高が多いからなんかそういうのはどうなんですか。ブルーいつもちっちゃい学年じゃん。なんか徐々になんかリーダーがいなくて もう自分たちで考えて、なんかお話ししてるとか、スキーもっと教えてよっていう声をなんか伝えてたりとか、なんかそういう細かなんかそういうなんか4泊5日やからこそ、なんか自分から友達にもっと関わろうから、もっとスキー上手くなりたいっていう気持ちが見えるんかなって思う。え、毎年じゃあ2年目の時から毎年スキー興味いってる。毎年行ってる、冬は。え、なんでそれは行こうと思った。え、なんかなんやろな、またスキーしてるお友達と会いたい、なんかスキーキャンプに毎年毎年来てくれてるお友達に会いたいなっていうのもあるし、なんか今年はどんな子が来るんやろうとか、なんか新しい子と、普段の活動は幼児さんと活動してることが多いから、小学生のお友達と活動する数少ない機会の一つで、うん、楽しみ。でもどうなん、中高生といつも野外活動もしてて、うんうんうん、スキーもしてて、してるな。なんかまた違う野外活動のキャンプとスキーのキャンプって。あ、全然ちゃうと思ってる、うちは。なんかスキーってソウルブルーが言ってたけど、うんうんうん、スキーキャンプにしか毎年来おへん子も多いし、うんうんうん、でも来たらみんなもう中高生から毎年来てる子が多くて、うん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 、ああまた会ったな会ったなみたいな、うん、でそこに新しいお友達増えて、うん、でまた一緒にこう盛り上がるみたいな、うんうんうん、なんか私はスキーとか冬の時期が来たら、うんうん、スキーキャンプやってくるなみたいな、なんかもう12月25日から30日まで開けとかなみたいな感じで、なんかめっちゃ楽しみにしてるんだけど、うんうん、なんかたまになんかその定例であったら、なんかスキーキャンプ行くでリーダー今年もみたいな聞いたらすごい嬉しいし、じゃあ今年は何ができるのかなみたいな、泣いたら2回できんでとか、なんかいろんな楽しみがあるから、なんかスキーキャンプはうちにとってはなんか特別っていうか、なんかすごいワクワクするかな、すごい好きやな。はい、こんにちは、ブルーリーダーです。今年もキャンプ、スキーキャンプの季節がやってきました。ブルーリーダーもみんなと一緒にスキーができるのをとてもとても楽しみにしています。一緒にたくさん滑りましょう。待ってます。あ、こんにちは、モミジリーダーです。みんなスキーキャンプの季節がやってまいりました。スキーキャンプはスキー滑るだけじゃなくて、たくさん新しいお友達にも会えるし、みんなで一緒に夜過ごしたりご飯を食べたりナイタースキーに行ったり、いろんな楽しみがあります。そしてモミジリーダーだけじゃなくて、いっぱい本当にたくさんのリーダーが来るので、みんなそれを楽しみにまたスキーキャンプやってきてね。待ってるよ。来週はジョニーリーダースキーのお話をするのまき。来週もまた見てね。